令和の虎、その思いを金に変えろ。ではどうぞ。失礼いたします。今宵も一人の志願者が己の野望を胸に虎へと挑む。経歴をお願いします。名前はダルマ、年齢は30歳、住まいは東京です。最終学歴は中卒、現在の職業は、個人事業主としてヤマト運輸のドライバーをやっております。では続いて今回の希望金額と出資形態を教えてください。希望金額は800万円、投資形態は融資おは投資でお願いいたします。あなたが思い描く未来の姿は？ VTuber やゲーム配信者の心の拠り所になりたい。ではオールオアナスイン、新しい未来をつかみ取れ、キャッツアワンド。ではだるまさんの簡単な経歴を教えてください。私は中学校を卒業した後、地元の高校に、入学してですね、2ヶ月で校長先生を、に対してちょっといろいろ言ってしまって、まあ、クビになり、17歳までは、アルバイトを毎日しながら、生きておりました。で、まあ、もうほとんど18歳になる年の、月の、誕生日の月にですね、歌舞伎町の方でちょっと有名になった焼肉屋さんで3年働いた後、広告代理店としてもののグッズ制作、こちらを8年間とことん研究をするために学んで、自分で、2020年に、開業するまで、頑張っておりました。そして2020年に開業した後、まあ、自分で開業したんですが、2年後にですね、 VTuber の、事務所をタイという国にでやろうとしてまして、日本人の、まあ、間をつないでくれた方が実は詐欺師で3000万円以上の、資金を失ってしまって、一度畳んだ後、今また資金を貯めるために、この事業を絶対成功させるために、出るまで1円でも多く貯金をするために頑張ってここに出てきました。で、今は貯金も少ないですが、どうしても叶えたい夢があって、令和の虎大好きなので、一度挑戦させていただきたく出させていただきました。よろしくお願いします。はい、それでは今回のプランを簡単にご説明ください。動画をクリエイトさせていただくプランで、サブスクの形で個人の、VTuber の方や、これから VTuber を始めたい方への、事業を始めたいと思っております。事業の内容なんですけれども、5個のパターンに分けて、個人のクリエイターさんのを育てるという部分から、企業さんまで、全てサポートできるような、私という人間を買ってもらって、やっていただけるような事業をしたいと思いまして、始めさせていただきました。で、ここでじゃあ改めて今日仮面をかぶっている理由を改めて社長たちにお伝えください。はいはい、私が思い描く VTuber の姿というのは、皆さん匿名で、見バレもせずやりたいという方がたくさんいらっしゃいます。新たなアイドルの形だと思っております。そして、今昨年の12月、私の大好きな、VTuber の方が誹謗中傷によって休止を余儀なくされております。その理由がですね、まあ、運営の人間が、実はストーキング行為を受けていて、でそこから身元が発覚してしまって、ストーカーや誹謗中傷につながったという経歴があります。そして私自身 VTuber として、活躍もしたいと今後思っております。なので私はあえて顔出しをせず、裏方として、頑張りたいと思っているので、今回は顔を出さずに、出させていただくという形を選びました。分かりづらいですよね。いや、分かりづらいね。すいません、分かりづらいですよね。全然分からないな、それは。要は VTuber とかゲーム配信者に対する YouTube コンサルティングをするってことですよね。まあ、運用サポートだったりとか。基本的にはそこがメインになってくると思うんですけれども、僕も竹内さんもある種同業だと思うんですけど、はいはい、全然顔出しをしない、全然顔出してますし、なんか付け回されたことなんか一回もないですけど、はい、私という人間のブランディングの一つでもありまして、私自身 VTuber として、
活躍をしていっていうのもありまして、もちろんクリエイターとして頑張るつもりなんですけれども、皆様のためにやりたいと思ってまして、VTuber をやられている女性の方に聞いたら、できれば裏方の人間は顔出しをしないでほしいという部分が大きかったです。さっきのなんかちょっとタイの下りすげえ気になったんですけど、はい、ちょっとお伺いさせてもらっていいですか。はい、私タイが大好きで、はい、タイにも何度も行かせていただいて、いろいろ学んでいくうちに、タイには VTuber の文化、まあ多少あるんですけれども全くなかったんですね。まあ物価も安いというのがあって、うん、そのタイをつないでくれた方が、その物件の取得とかそういうのを全部タイ人と密にコンタクトを取ってやってくれる方だったんですね。もう本当に物件の契約まで全部書類も見せてもらって、間違いないというところだと思って、私も甘い考えだったんですけれども、現地視察までもちろん行かせていただいて全てやったんですけれども、実は全て嘘で懐に入れられてしまって、で夢半ばで叶わなかったっていうのが一つです。まあ、簡単に言うと、その不動産屋さんに騙されたみたいな感じ、はい、不動産屋ではなかったんですよね、実際。物件だけじゃなくて、すべて向こうで事業をやるために必要なコンサルタントっていう形で出てきた人間だったので。それに借金とか残ってます？はい、実際、500万ぐらい借金が自分にはあったんですけども、今は自分の事業ですべて返させていただいて、うん、個人的な借金が実は、経歴にも書いてあるんですけど、私シングルファーザーでして、元嫁に作られた借金が800万ほどあって、残り残金が200万円ほどまでなんとか返した状態です。なので事業とは別で、200万円個人的な借金があります。経歴だけ見ると、時代を先取りする動画マーケティング界のパイオニア、株式会社サンエイト代表取締役竹内光一、 YouTube の可能性をいち早く見出し、ビジネス界に激震を与える。好奇心旺盛で人を巻き込む力はまさに天然ブルドーザー。 YouTube 界の太陽はいかなる志願者の未来を照らすのか。焼肉店から始まって、はい、逮捕、社長逮捕、はい、店舗火災、 DV による離婚、はい、詐欺師に騙される、はい、嫁の借金がある。なんでこんな運が悪いんですかね。なので僕もすごいいろんな方に、なんでこんな運が悪いんだろうなって。狐がついてんじゃないですか、背中に。そうなんですよ。それが言いたかったわけでしょ、絶対に。それが言いたかったけど。いや、でもまあ、せっかく、わかんないですけど、VTuber やっていく中で、見せ方とかすごい大事な中で、それせっかく狐の仮面被ってくるんだったら、下がなんかこう、巫女さんの格好をしてくるとか、なんかこう、なんでそのスーツで、その仮面を被ったの、なんか僕、意図がわからないんですよ。狐で、まあ昔から妖狐って、うん、化けるって言われていて、とことんまでそこをやろうと思ったんですけれども、本当は最初仮面をつける必要もないかなと思っていて、結構ギリギリで考えた中で自分が思いつくのがここまでしかなかったんですね。でそこまではできなかったっていう形で申し訳ないんですけれども、はい、仮面の理由は、まあ、聞きましたけど非常に分かりづらいしね、かなり足を引っ張るでしょうね。やっぱり顔が見えないとね、僕たちも投資確率は低いし、やっぱりこの裏方でスタッフがね、つけられてしまったら顔がバレると、その現状のメンバーが分かってしまうと。はい、そういうことでシンプルに言えばよかったの、裏方なんで。だから裏方だったら出ないのかなと思ったら、やっぱりでも自分で VTuber やろうと思ってて、それの顔を出したくないからっていうブランディングもあってっておっしゃって、でも直前まで顔出してもいいかなと思ってたんですよね。直前考えたんですっていうのはね、もうめちゃくちゃ分かりづらいですよね。だからここまでの事業の説明も非常に分かりづらいですし、さらにですね、事業に900万円かかるんですよね。はい、900万円。そのうちの800万円を出して、投資と融資選べるっていうことですけど、投資で、純利益の 35%。はい、ということで、ほぼほぼの軍資金を僕たちに出してもらって 35% ってことですね。まあ純利益っていうのもね、ちょっと多分税引き後の利益だから大丈夫かなっていうふうに思ってるところもあるんですけど、はい、まあ仮にそうだとしたらですね、仮にですよ、はい、1000万円純利益が出たら、はい、僕たちに350万円で、はい、650万円ですよね、はい、そこで会社が潰れて終わったとするじゃないですか、はい、これで終わりなんですよ僕たち、はい、この条件だと。元本の回収までは 35% って書いてあったんで、はい、そういう条件で合ってますか。そこは少し違いまして、もちろん潰れないようにやろうとはさせていただいてるんですけれども、
ここはちょっと私も投資という形があまりよくわからなくてですね、まだ勉強途中だった部分もありまして、元本はもう1年目で返したいっていうつもりだったんですね。で、事業計画上の数字で必ず元本を1年で返せるように私は考えてたんですよ。実際純利益で800万以上の純利を出し、800万以上、お渡しする純利益を。そんなこと何も書いてないやんか。うん、そうなんですよ。だから1年据え置きの上で年利 12.8% で5年返済で書いてあるやん。もちろんそういう気持ちがあるのは分かるんですけど、はい、額面通り受け止めると、はい、1000万円の純利益が出ると僕たちは350万しかもらえなくて650万円持っていくということになっちゃうんですよね。はい、それで合ってますっていうこと。すいません、私の考え方が間違ってまして、はい、じゃあそういう意図ではないということですね。はい、もう分かりました。はい、大丈夫です。僕の勘違いだったら申し訳ないんですけど、はい、今までの話聞いてて、はい、なんか綺麗事で本質だったりとか、はい、ぶっちゃけ準備不足だったりっていうのを取り繕われてるように感じます。はい、顔出ししないのもぶっちゃけ単純に顔出しするのが嫌だっただけなのに綺麗事を取ってつけてんのかなって思っちゃいます、今までの話だと。はい、で、質問に対する回答もなんか綺麗事が多すぎる、本質的な回答が返ってこないっていう風に感じるんで、はい、スパッて答えていただけた方が心証はいいです。ありがとうございます。このプラン概要のスタンダードゴールドプレミアムパートナークリエイター、これ説明いただいてもいいですか。はい、基本的には、5個の、サブスクライブ型の、ビジネスプランを考えてまして、スタンダードというのが、まあ、基本的に8割から9割の方が入っていただくプランなんですけれども、個人の方を、まあ、対象としてるんですが、個人の方に、個人だと結構 VTuber さんってメールアドレスとか DM も公開してないことが多いので、そういった方 の、 ファンレターの送り先として弊社を使っていただく。あとは、グッズ制作、私は、グッズ制作に長けていると自分でも思ってるほど頑張ってきたつもりですので、こちらについていろんな形で、応援をさせていただく。あとは、まあ、通常の事務所のようなお手伝いが少しでもできればと思っているプランです。ゴールドプランというのは、これから新しく VTuber を始めたい、ゲーム配信者を始めたいっていう方に対して、月額5万円からと書かせていただいてるんですけれども、まあ、3ヶ月6ヶ月1年間のサポートとして、フルサポートをさせていただく。この中には VTuber という形の、モデリングだったりデザインだったり、どういう VTuber になりたいっていうのを全てお伺いして、マネジメントしていくっていう形です。プレミアムというのは、まあ、売れている方ですね。売れている方が対象だと思っております。そういう方々に専属のマネージャーとして、月額10万円というとても高いお金をいただくので、完璧な企業サポートだったりをさせていただくつもりです。パートナーは、今ある VTuber の企業様に対、営業させていただいて、グッズ制作とか、わからないことをとことん手伝うっていうプランです。クリエイターに関しては、今 VTuber の、作成をしている方に対しての、ターゲティングでして、 VTuber ってすごく作るのがめんどくさい事業なので、 S さんだったり、いろんな、技術者だったりライブ 2D だったりで案件をこう出してるんですけども、その方々が登録していただいて、これから、VTuber になりたい方にの意見を取り入れた、サポートプランを、サポートプランじゃない、やっていただくような形になります。タイガーファンディングに挑むキツネ面の男、 VTuber ゲーム配信者の心の拠り所を作りたいと話す。怪しい空気感漂う中、虎たちとの問答は続く。ほとんどの人がこのアンナアドバイザーズ株式会社代表荒木アンナ、東京カンボジアを拠点に不動産事業を展開、海外の不動産情報を YouTube で発信、実績は数十億円を超える。海外不動産のパイオニアアンナ社長参戦、タイガーファンディングの地に新しい未来を立て上げる。ほとんどの人がこのスタンダードコースを選ばれるだろうということでよろしいですか。はい、はい、どれくらいの人数を見込んでるんですか。初動から、半年間は300名から500名を望んでます。私は独自性の、考えが、する考えることが好きなので、売れるための配信発信をしていこうと思っております。でそのために、広告戦略を使ってやろうと思っております。そんなみんなやってるんですよ当たり前じゃないですか。はい、舐めないでください。もう、はい、
不愉快です、正直聞いてて。浅い言ってることが。みんなやってますよ一生懸命どこも、はい、独自性とかじゃないですかそれ。みんな顧客をより良くするためにやってるんですよどこも、はい、その上の話をしてください。個人に向けて助けてくれる会社さん、私こう競合で書かせていただいたんですけれども、どうしても売れてない VTuber をターゲッティングしてないんですね。私はとことん売れてない VTuber だったり、これから始める VTuber だったり、これからゲーム配信を始める方、今売れてない方に向けてやるビジネスマーケットとしてやろうとしてます。どうやったら流行るかってずっと考えて、このビジネスを持ってきたつもりです。まあ、ロープレイやってくれって言われたらできます？僕売れない VTuber ゲーム配信者です、チャンネル伸びないんですけど、はい、どうしたらいいですかって5000円払って相談したら、はい、どういうアドバイスをもらえるんですかね？人によって、やり方は変わってくるんですけれども、VTuber の形が人なのか、まず、人じゃないのか。人でいきます。人でいきます。男性、はい、20代前半、はい。登録者は、何名ぐらいで想定されますか？200人。まずは1000人に、到達するために、その方を徹底的に何が悪いのか、なぜ売れてないのかを分析します。どういう相手に対してどういう配信をしているかっていうのを徹底的にまず勉強させていただいて、ゲーム配信がメインであれば、何のゲームをやっているのか、まあ周りが流行っているゲームをやっていても周りと同じになってしまう、やっぱり人気の VTuber さんを見てしまうっていう傾向があるので、ターゲティングとしては、何かに特化した VTuber になるべきっていうところを教えてあげるべきだと思ってます、私は。でメンバーシップの配信っていうのは VTuber でも、まあ、毎日やってる方って今いらっしゃらないんですね。今200人なんで、まだそのメンバーに行く前にどんなアドバイスをくれるのか知りたいんですよね。はい、まず弊社に1人大手の VTuber を登録してもらうつもりです。どうやって？大手というか個人の、ま、それなりに、有名な方に。どうやって？もちろんお金を最初は支払います。私は営業して、お願いをしに行きます。で、まあ、そんな簡単にうまくいかないとは思うんですけれども、まずお金を払ってうちを見てもらいます。でとことんいいサービスだっていうのを分かってもらうつもりです。相当怒ってるよね。いや不愉快ですね。不愉快だね、うん、話にならない。全てが抽象的すぎて何言ってんのかさっぱり分かんないですけど。今言ったことってターゲット決めます、分析します、差別化させます、特化させますって、はって感じですよ、はい、YouTube でメンバーシップでマネタイズなんて一番ビジネス戦闘力低いですからね、ありえないですね。でコラボさせると、じゃあ令和の虎に出てる社長たちはみんなこの70万規模のあのチャンネルと、まあ、コラボじゃないですけど出てますけど、一回出ただけでバーンって自分のチャンネルが伸びるようなこと全然ないですよ。舐めてるんですよ言ってることが。で若造が言ってますけど、いや俺のビジネスプランはこんなとこが違うんだと、お前よりすごいんだっていうのを見せてもらったら出します。私は、もうこれは自分のもうせいだと思ってます。もうものすごい説明が下手くそです。私は青社長が言ってた通りだと思っていて、かなり未熟で、でも私が他と違うのはグッズ戦略に関して、私は、まあ、とても自分の中で長けているという部分がありまして、まずグッズを売るための方法を勉強するために、私は220社工場に全部回ってできないをなくしたんです。8年間働いている中でも今でも助けてくださいと言われます。だったらグッズ屋さんやった方がいいんじゃないですか？はい、もともと VTuber の事務所が本当はやりたいんですけれども、はい、とてもお金がかかるビジネスなんですね。1000万でも全然足りないようなビジネスと分かっていて、もともとタイという国でやろうとしてました。グッズの収益って売り方がたくさんあって、まだまだ新しい業界、まあ、今 VTuber って第2次と、絆愛さんが第1次だとしたら、今二次三次さんたち第2次と言われております。これから私がやりたいことは第3次の全くない形の VTuber を作っていきたい、 VTuber の形を作っていきたくて、今ほとんどの方が擬人化という、まあ、人型の VTuber をやられてると思うんですけれども、私がもともとやろうと思っていた VTuber の事務所が完全にターゲットを絞った VTuber の事務所をやろうと思っ
ってたんですね。もう特徴的で言えば、不細工な僕みたいな人間がもっとデブで、もさらにリーゼントの女性というターゲット、もうこれはもう他にない VTuber を作ろうとしていて、私がボスになってやろうと思ってました。裏方じゃなくて、元々はボスになってやりたかったんです。元々はです。じゃあもう第3次の VTuber 第1号になって伸びればいいじゃないですか、稼げばいいじゃないですか。なんでやんないんですか。伸ばせないからでしょ。それで教えるんですか。まあ僕が株式会社 FC チャンネル代表林直弘、年商は衝撃のゼロ、学生企業から快進撃、フランチャイズで全国制覇を果たした実績とノウハウを武器に虎の子のビジネス拡大を支えるサービスですよ。フランチャイズの王が志願者に試練を与え、物語を新しい未来へと導く。聞いててね、気になったのはすごくね、説明ベタで、すごい実力があるけれども説明ベタだったりとかね、そうだったらいいんですけど、なんかそういう感じもしないんですよね、話のなんか具体性も欠けるし。でさらに竹内さんがこのロープレイ姿勢をどうやってアドバイスするのって言った時に、そのまず売れてない YouTuber、 あの VTuber なんていうかって言うと、売れてない理由を徹底的に分析すると、なんかこう僕だったらその VTuber のいいところを見つけるとかだったらね、だったらいいけど、なんか売れてない理由を分析するみたいなんだったら、なんかあんまりコンサルとかされたくないなみたいな、なんかせめてね、いい人さとか売れてない人に対する寄り添う感みたいなのが伝わればいいなと思ったら、だるまさん結局グッズだからみたいなってきちゃったから、そこがね、説明ベタだけどめちゃくちゃ売れてない人に寄り添って、なんかこう力になってくれる、そういう人たちを発掘するとかだったらよかったんだけど、なんかそういう感じもしなかったですね。すいません、本当にそういうつもりでは全くなかったんですけど。グッズは外注じゃダメなんですか。グッズはもちろん外注です。外注先を知らない方に対してとことん自分が学んできた知識を上げたいっていう部分で、私のところに登録したら全ての原価をお伝えします。あ、まあ、そんな全ての価格表をお見せしますよ。そんなアピールポイントじゃないよ、そんな。志願者の発言に違和感を覚え戸惑いを見せる虎の面々、不穏な空気のまま物語は後半戦へ。次回最終話、オールオアナッシングの行方を見逃すな。正直に、もうなんかこういろいろ皆さんは岩井社長含めて、もう撮ったら撮りますか。ああ